どうだ。来たかな。あ、来た来た。来ました。ちょっと前髪やばくない？私今日さ、私配信絶対しようと思ってさ。そうだけど前髪やばくない？もう本当にやだ。あ、開いちゃった。もう嫌すぎる。なんかここで別れるんですよ。でなんかここも変な気があってもう本当に嫌です。自分の前髪大っ嫌い。え、これどうすればいいんだろう。ここでほら開いちゃうの、どうすればいい。とりあえずちょっともう適当にバーってやっといて、ほらもうやだ。そう、これでずっとさっきね、あ、もう8時過ぎたじゃんとか一人でそう言ってたんですけど、やばくない？ちょっと私ちゃんと今日メイクしたんですけど前髪だけ本当に終わってて、ちょっと前髪やる。本当だとね、私あのこうくるんってこっちにね、いつも綺麗じゃん、いつも綺麗なのになんか今日すごいんですよね。まああの起きてから何も髪いじってなくて、今日本当にノーセットだったんで、それもあるのかもしれないけど、だとしてもこれはひどすぎる。ほらここがもうさ、クンクンってなっちゃってるの。これってどうやったら治りますか皆さん。ほらやばくない？もう最悪だ。もう嫌すぎるよ。そう、前髪がね安定してないともう精神も安定しないんですよ。ちょっとどうすればいいと思いますか。なんか切りすぎたっていうのもあるんですよ。なんかちょっと切っちゃって、そう最悪じゃない。ここでこう止めとこうかな、こうやって。どうもピンがねあるかな。ここで止めたらまあ変じゃない。あった、1個だけあった。うわっ、ちょっと前髪がここでピッて止めとこうかな。なんかいるよねこういう人。ちょっと待って、本当に嫌だ。なんかめっちゃ変じゃない？ほらなんかもうボサボサしてるの。なんか多分アイロン当てすぎてボサボサになっちゃって、よいしょ、いるよねなんかこういうさ、ちょっとなんか下手じゃない？ちょっと待って、やだ本気出す、やだやだやだ。こっちの髪の毛ここかな。あ、これだ、これが、今日本当に、あ、いるなこういう人。いるけどちょっと眉毛嫌だな。どうしよう。どうするべき？芸術の女の子みたいで可愛い。よかった、そう見てもらってるならよかったけど、ちょっとね休日のめっちゃあの不安定、あの髪前髪がうまくいってない系女子を今演じてます。怖くない？ちょっと大丈夫？私さ、ショールームしますって言ったじゃん。あ、でその時にはもうまだ前髪をやってなかったんですよ。でまあこの後十何分で前髪セットすればいいかと思ったらこれですよ。やばくない？ちょっと私まあ今日ずっとねあのこう横にこうやってたので、え、最悪なんですけど。ちょっとここにこう、いや、やだな。なんかめっちゃ変じゃない？めっちゃ変なんだけど、私本当にブサイク。もうやだ。嫌すぎる。やっぱ、アイロンを使って、なんかこっちすぎて。わかるかな？
なんか本当はあいいんじゃない、あ良くないわ、やっぱ多分ね、男性がこれ見てたら別に変じゃないくないって思うと思うけど、分かんない、変な人もいると思う、絶対いると思うけど変じゃなくないって多分思う人もいると思うんですけど、変なんですよと。もっとメイクすればさ、顔だけちょっとまだマシ見えたかもしれないけど、あいいんじゃない、どう、てかめっちゃ茶色に見えない、大丈夫、全然真っ暗なんだけど、すごい照明が茶色に見える、どう、ちょっとまあいっか、もういいね、うん大丈夫大丈夫、ゴールが見えません私もです、何が正解だったんだろうか。でも私のいつもの前髪は本当にめちゃめちゃ綺麗なんですよ。でもちょっと今日不調すぎてダメですね。これ止めとこ。いや止めなくてもいいか。すごいな。まあいいや。長さもあるのかな、そう多分長さがある、長さの方がなんかね普通にこっちとこっちの長さが違うのだってこっちちょっと長いじゃん、こっちなんかねないの、それがなんかちょっと多分自分で切っちゃったんで、そう美容院この間あの髪の毛切った時に美容院で前髪切ってもらったんですね、そっから自分で切ってるんですよ、しかも巻いてから切るから良くないの、そう前髪は自分で切ってるから、そうとね失敗、私前までちょっと上手いなと思ったんですけど、ちょっとこれやらかしましたね、ほらやばくない、こっちにこうやってやってるのにこっちに行っちゃうの、全部さ前髪の話で終わっちゃいそう今日のショールームやめよう、それはそれだけは嫌だから、前髪頑張ってくれ、頑張れ頑張れ、袖はクマさん、あ、袖はクマさんです、これかぶってもクマさんなの、そう今日知ったっていう、かぶってもクマさん、これかわいくない、かわいい、なんかすごい今日髪の毛茶色に見えません、なんかすごいよ、あ、これかな、この服のあれかな、というか髪の毛がただただボサボサだから、てかちょっとはい気にせずに、初見ですありがとうございます、あそうそうそう、皆さん手形会見てくれましたか、手が高いとサイン会おとついかな、そうなんかお風呂入ったのにこのね、そうこっちはね全然取れたんですけど、こっちのね爪のね、でここは取れてるね、ここも取れてる、際が本当にまだ赤くてあ、お腹鳴った、消化してる消化してるよ、今日はなんかスープにワンタンが入ったやつでした、なかなかの気合でもしてたね、そう痛かった、痛かったけど、いやでもああしないと指紋が取れちゃうんですよ、そうだから結構みんな勢いよくやってたんだけど、そうしかもね結構スムーズに進むからこっちの方がね効率が良かったんですよ、でもそんな痛くなかった、全然筋肉痛になってないよ、全然
全然大丈夫でした。そう、隣が須田さんで、ずっと隣がずっと須田さんだったので、もう終始ご機嫌でニヤニヤしてました。結構ニヤニヤして、なんかね、てかあの羨ましいなってすごい思いました。私のファンの方は私に名前を呼ばれるだけでなく、須田さんからも名前を呼ばれてて羨ましかったです。すごくない？だってさ、こう、まあ、あのこうね、こうたた、あの叩いてるっていうか手形を押してる時に隣に須田さんがいるんですよ。びっくりしちゃった。私もね、びっくりしちゃった。私も須田さんのアシスタント2回やったんですけど、どっちも結構緊張してた。人とも の出現率高めでした。ああ、やっぱね、確かにそこで結構連番とかしてたりしたか、してたかもね。わかんないけど。何枚ぐらい押した？あ、でも100ぐらいかな。100ぐらいですね。100ぐらいやりました。サインはそんなかな、わかんないよ、あんま見てなかった。シックな黒の服可愛かった。そう、あれはすみれさんからいただいたんですよ。そう、すみれさんのお下がりです。お気に入り。そう、お気に入りだったのに、ここをあの汚さぬよう、こうもう結構頑張ってね、頑張ってやってた。同じ名前の人何人かいた？人かな、なかった気がする。そんなに、なんかわかんない、なんかね、やっぱ直接会ってないからこの方かっていう確信が、そのな、本名とかだと、なんかニックネームとかだと結構なんかわかりやすいニックネームとかだと覚えるけど、なんか確信が持てなかったから分かんなかったけど、まあでもきっとこの方だろうっていう感じで、で大体実践しました。アガピオのサンプルはもう決めた？もちろん。もう決めましたよ。もう決めたっていうか、まあ、あの約束してたので、それをただあげるだけです。何度もそれ気にしてたね。そう、めっちゃ気にしてた、つかないように。でも最後の方ここについてて、ここら辺に。そう、田さんに落書きしてもらったフェイスガードは持って帰って持って帰ってこれないですよ。フェイスガードはやっぱあの防ぐやつだから、家まで持って帰ってきたらね、ちょっとあれだから、もうその場で泣く泣くゴミ箱に。うん、勢い良すぎて飛び散ってた。そう。じゃあ私多分力加減ができなくて、なんかでも最後の方は結構ねコツつかんで止めてたりとかしてました。服は大丈夫だ。服は大丈夫でしたね。うん。割とあっさり名前呼ばれて忘れられてしまったかな。あ、でもそんであの結構。多分私が悪かった。私結構あのもうこっちに集中しちゃって、名前もなんかサイン会の時もあの書いてる途中に、あ、今この、あのこの方書いてますって言って書いてるとか、なんかね、2つのことをいっぺんにできないんですよ。そうだから、あのちょっとね、
あのそう思ってマスターしてちょっとごめんなさいでもちゃんと覚えてますよ。あのちょっと確信が持って、あの本名とかだとちょっとあのあこの方かなみたいな感じだったんですけど、でも本当に楽しかったです。はい、そして前髪が明日ちょっとあの私明日もお休みなのでショールーム、あのねコラボしたいんですよね。そう、うん、この誰かに言おう顔をでこの顔よくしたっていう顔めっちゃしたはいコラボしたいですね。そう、なんか3人できたらいいんだけどね。レになんかついてるよ、クマちゃんだよ。うん、コラボしたいって昨日言ってた。あ、本当に？そう、私もめ、あ、LINE したんですよ、2人にコラボしようよって言ったらしようって感じだったんで、高いですね。大田彩香さんが成人式でしたね。あ、思った、あのさっき、あ、マキコさんかな、マキコさんのねツイッターに成人式のやつが載ってて、それで見ました。早いな、100ないなってさ、あやめろが20歳、ってことはお姉ちゃんも20歳だ。そう、あやめろと同い年なんですよ、お姉ちゃん。あのあやめろが20歳か、やば。何色着てたんだろう、なんか多分見たと思うんだけどね、忘れちゃった可愛かったよ、でもめっちゃ顔ちっちゃかった。見てお腹鳴った、消化してるさっきご飯食べたんですよ。で鳴るかなと、そう、なんか食べないと鳴るし食べても鳴るし、どうすればいいんだと思って、私多少夢中になっちゃうんですよね、なんか申し訳ない、いつも。来年成人式だね、私、あ、え、そう、あ、でも私19歳で成人式なんで、来年、あ、来年だ、やば、あれ来年かな でも今年もうね入ったもんね。どうなるんだろう、そんなもう大量3世代一気にさ成人式ってめっちゃ大変じゃない？私は19歳で成人式になるんですけど、めっちゃ大変だよね。だって3世代一気にでしょ、うん、やば。だってさ普通に考えたら18歳高校3年生で成人する人もいるってことでしょ、やばくない？すぐ触っちゃう前髪、知ってたと思うけど、で本当にショールームで前髪を触る回数数えててほしい、多分もうやばいと思う、めっちゃめっちゃ。この髪の毛本当に気になります。なんかもうさ、これで見てもなんかボサボサしてない、すごいボサボサしてる。まあ今日はちょっとじゃあ寝起き配信ってことで、全然寝起きじゃないんだけど寝起き配信ですね。髪の毛だけは寝起きです、今日どこにも行ってないもん
こにも行ってないもん。静電気、あ、静電気もあるのかな。あとこの部屋の照明がただだらね。うん、髪の毛だけ寝起き配信です。服装も寝起きじゃない、割と。まあ部屋着なんですけど。あと口がね、見てほしい、みんな、みんな見てほしい、見てこの口腫れてきたの。私は乾燥しないように本当に毎日、あの最近買った本のがね、おすすめしてくれてた、これを使ってて、でこれ使ってからめっちゃ良くなったんですよ。なんか結構プル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 してたんですよ。でそしたら今多分寒いプラス乾燥の時期でめちゃめちゃ腫れてるんですよ今。朝起きた時が一番やばくて、私よくあれ、多分私のことをあのよく知ってる方はわかると思うんですけど、あのね、お披露目の時もずっとできてたの。なんかここら辺にこう、あのね、うん、できてたんですよ。で私それができるのって結構あの季節が変わる境目季節変わりの、あの季節変わりの時期わかるかな。そうか、季節の変わり目、そう季節の変わり目でにできるんですよ。そう、季節がの変わり目に、あ、なんか終わると同時にできるんですよ。もう本当に痛くて、これもうみんなに味わってほしいダメだけど、味わっちゃダメだけど、もう痛すぎて、しかも痛がゆいみたいな感じで、私これもう何年もこう SK に入る前からできて、多分生まれつきなのか、多分生まれつきだと思うんですけど、もう本当に痛くて、で今なんかずっと治んないんですよね。あ、すごいなんかなった、ごめんなさいね。そうで、ずっと治らなくて、で今も今日もねできたんですよ。でも今日は多分まだマシの方、ここわかるかな、ちょっとね唇の形してないんですよ、ちょっとごまかしてるけど今。そうだからちょっとあんまみんな気にしないでね、まあ自分から言ったから気になっちゃうと思うけど。そうで合わないリップとかもあって、でもこれはすごいいいです、保湿されて朝まで持ってるから。そうしかもこれ乾燥これですね、ちょっとなんて書いてあるか分かんなくて、キュレルこれいい、これはね本ののがね教えてくれた。ちょっとお高いんですよ。そう、あ、私がこれあの でもお高い、私ってあのまあ言ったらケチなんですけど、ケチでもこれはちょっとリピートしたいですね。これで1200円でした。そうこれで1200円でした。私結構人から教えてもらったリップばっか使って、これもアルカピョンが教えてくれたセザンヌのリップ、このあなんか秋じゃない冬のなんか色をなんか教えてくれて、でなんかアイカピョンも買ってたから、あ、アイカピョンが買うんだらいいんだと思って買いました。そう、人結構ね、私自分で物を選べない人っていうか、なんか化粧水とか、化粧水じゃない化粧品とか、これも買いました。これは多分ストーリーのっけたから知ってる人はいると思う。これも可愛く、これはパッケージが可愛いのと、中のこの真ん中の、わかるかな、この真ん中のこの色が可愛くて買いました。すごい鏡ついてる。
初めて知ったくらいです。私が最近買ったものは最近でもないもんだって。これもだから本当にこんだけ。これもあゆかぴょんとほんのとかに買いに行った人に助けられて生きてるなって思います。じゃあ本当に 7D2 ね、美意識高い、そう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 、メンバーが多いから本当にめちゃめちゃ多くなるんだって。みんな結構美意識高いよね。私だけだよ多分そんな美意識がないの。そうで最近ちょっと頑張ろうと思ってます。そうだってさ、カノもそうだし、まあまえちゃんとかもそうだし、ハトゴンとかも結構美意識高い気がする。あやめろもそうでしょ、こっちゃんとかもそうだし、おうちゃんとかもそうだよね、アイリタもそうだね、ほのまえが、あゆかはちょっとレベチラだと思うな。私はあゆかぴょんは結構美容に関して詳しいし、ほののも割となんか詳しいね。その二人がずっとメイクの話してるとついていけなくて、へーみたいな。なんかね、今流行りのものとかも全部ね知ってるからすごいと思うわ。現在っ子ほらめっちゃお腹鳴ってる。全然お腹空いてないんだけど、はい、アイアイの名前が出てこない。アイアイもめっちゃ高いですね。なんかね、髪の毛の巻きがうまい。私いつも思う、アイアイ見てて。でナルピーも最近なんかまつげパーマしたみたいに言ってて、おおと思って。ネイルもしてるよね。とか結構みんなそういう時にさ、全員なんか 7D2 の話すると全員のあのあれ話をさしないといけなくなっちゃうからさそう、あ別にしても全然してもいいんですけど、なんか一人忘れてるとかそういうのがねあったらちょっとあれじゃないですか。すごい。そういつもねみんななんか、あ他の人はって書かれるから、だからちょっとあんま話したくないんですけどそうでみんなね、みんなあれだよ、あのみんないいのを前提でね。そう、そういつもそう、ね、この間のあのあれもそうなんだっけ、いいじゃないよの BB 動画もそうそうそう、申し訳ない、みんないいです、みんな違ってみんないい。そう結構ねたくさんいるからね、みんないいですよ。みんでも今思ったけど本当にみんな美意識高いな。私ぐらいじゃない、こんな美意識ないの。大丈夫かな、ちょっともうちょっと美意識高め。でもそう前のショールームでも言ったけど、眉毛サロンに行ったり、まあそれしかないんですけどそれをちょっとそれを引きずりすぎてやばい。ああもうやだ、前髪がもう最悪だ。見た、みんなこうさ、あもうなくてもよくない、どう、だって眉毛サロン行ったんだもん。そう本当はなんかこう伸ばしてみたいっていうのもあるんですけど、でもちょっと絶対似合わないからいいよ。逆にもうさ、いるよねこういう人。あ似合わないね、うん、やっぱ前髪があった方がいいな。なんかおでこ出し似合う人本当にいいと思うんですよ。でも私こう眉毛がこうめっちゃ動くから、だから似合わない、あの似合わないと思います。あとここのね幅がね狭いんですよ。あ違う、広いんですよ。
そうだよね、前髪あった方がね、でも女の子って感じがするよね。確かに。そう、ここは広いし、ここも広い。わかる？この陣中。そう、広いから。綺麗な顔になりたかったな。そう、すごい。で、最近さ、顔の話しかしてない。顔のすごいさ、みんなコンプレックスっていうのがわかるでしょ。あ、すごい、なくなった。コンプレックスなんだなってわかるでしょ。まあでも私はこの顔で生まれてきたので貫き通して。なんかでもなんて言うんだろうな、可愛いか綺麗かって言われたら、まあ、どっちかといえばこっちじゃないですか。可愛いの方、綺麗ではないから、まあ可愛いでもないけど、可愛いのこうなった時にこっちじゃないですか。まあ、ないものねだりだなって感じですよね。多分綺麗な人は、まあ、自分綺麗な自分も好きだろうと思うけど、可愛いのね、あの自分も、そう、ほののとかもなんか言ってたんですよね。可愛い方が可愛いみたいな。ほのの結構綺麗顔だから、あ、やっぱみんなないものねだりなんだなって思って、どっちの良さもあるね。須田さんはどっちですか？せー、須田さん、須田せーって、須田さんはどっちもなれるっていうのがやっぱすごい。どっちもなれません、須田さんって。どっちもなれる。だっておでこ出しも似合うし、前髪ありも似合うし、何でも似合うもん。私この間じゃない、今日なんだっけな、番組名ちょっと忘れちゃったんですけど、あの今日ツイッターに載ってた肩出しのベレー帽かな、ベレー帽かな、そう、ベレー帽をかぶった須田さん、ちょっとかで、あのなんか窓の前で撮ってる写真めっちゃ可愛くて、私もう3度見ぐらいしちゃって、いや、もう可愛すぎてびっくりしちゃって、もう、まあ、いつも可愛いんですけど、その写真ちょっと保存、もうマジで本当に可愛すぎて、ちょ、みんな今すぐ見に行って、みんな今すぐ見に行った方がいいよ。みんな本当に見てほしい、めっちゃ可愛くて、もうとりこ。新幹線のホームでゆうかたん見かけた時、可愛すぎて時間止まった。新幹線のホーム、あ、でも結構私握手会終わりとか、多分向こうは全然気づいてないけど、あの、あ、ファンの人いるって時ある。意外と周りにね、メンバーっているもんだよ。知らんけど。知らんけど。前髪気になるの？気になるよ。なんか今日だってすごいんだもん。ここがなんか変なのかな？ここもこう。うん、ボソボソ、まあいいや、今日はちょっと待って、あそこに書いとこう。今日は前髪ボサボサで、はい、うん、こうすればもう、あのボサボサという前提でね、もうボサボサっていう前提で、あのこの配信がやっているんだなっていうのはね、わかるので、今日は前髪ボサボサでってことで、はい、前髪のコンディション悪いの？めっちゃめっちゃ悪いよ、もうご覧になってください。やばいよ、ここで別れるとかもう最悪じゃない？女の子ならきっと分かってくれるでしょ。女の方じゃなくてもね、多分分かると思うけど、ボサボサでです、本日前髪ボサボサでです、すみません、ご了承ください。みんなは私のショートでもちょっと伸びたね、結構伸びたくない？ショートかロングかどっちがいいですか？でも多分今ぐらいの長さが一番なんかみんな好きって言いそう、予想だとね、予想だと。みんなどう思う？
あ、やっぱみんなそうだね、セミロング。もう切りたくなってるでしょ。バレた。バレた。今ぐらいの長さ。みんなそういうね。でも私自身はロングがいいんですよ。ロングが好き。あ、でもショートも好き。このね、一番よくわからないこの長さが一番嫌いなの。実はね、実は多分みんなはこの長さが好きだろうと思うけど、なんかね、なんか中途半端じゃないって思っちゃうんですよ、この長さ。そう、巻くにもなんかボリューミーになっちゃうし。そう、そう、よく分かってるね。振り袖考えたら伸ばしていくのかね。そう、私だから切ったっていうのもあって、まあファンの方が結構ね、この長さっていうか、もうちょっと短いのが好き、あの、ね、いいって言ってくれてたから、みんなだから切ったのもあるし、振り袖を考えて切ったのもあるし。そう、今ちょっとあのアイロン何もしてないんでごめんなさいね、後ろ見えないと思ってでもなんか今重めが流行ってるらしくて、だからなんか重めってなんかそんな好かずにって言ったらこうなりました。やっぱ流行りには乗っとかないとね。僕はダチの長さも好き。 ありがとうございます。え、待って、もう振り袖のこと考え、そうだよ、やばいでしょ、もう振り袖だよ、もうじゃないけどね。そう、ショートでもいいなって思ったんですよ、私も。なんか振り袖の着るときにショートバッて着るのもいいなって思ったんですけど、そう。でもなんか周りに聞いてみたら、なんか炎とかもなんか伸ばしてるっぽくて、早くぴょんどうなんだろうな、あんま聞いてないよ。そう、長い方がまあいろんな髪型できるしね。でももうね、切りたくなってる。なんかやっぱ楽、夏に切りたかったな。秋はちょっとね、寒い。夏にこうクランチとパサって切りたかった。まあけど、どんな長さもきっとみんなは好きって言ってくれるでしょう。それこそ知らんけど。それこそ知らんけど。今着ると寒くない？そう、寒いよね。洗面所寒くないの？あ、全然ですよ、あの長ズボン履いてるので全然。みんなありがとう。3年前ぐらいかな、2年前か、結構割と短かったんですけど、3本ジャージ、今日は3本ジャージじゃないよ、なんかね、私が普通に仕事して履こうとしてたズボンをじゃあ届いて、まあ仕事としてね、本当は履こうと思ってたズボンなんですけど、これ、このなんかこれでも、なんかこれで一回パジャマにし、これを一回パジャマにしてしまって、そっからこの子はパジャマ行きとなってしまった。かわいそうに。違う、なんかほんね、あのね、普通に私服で履こうと思うぐらい、履けるぐらいのおしゃれなズボンなんですけど、でもなんかこれで寝てしまったら楽すぎて、もうね、パジャマにしました。わかりますか皆さん。
じゃあ結構あのねえ、あの楽なんですよ。ちょっと私足かちょっと硬すぎて、わかるかな、ちょっとわかる、みんなでしょ、わかるかな、これ結構私パジャマにするには結構いい値段なんですけどでももうしちゃったよね。ちょっとなんかこれでご飯食べたら汚れちゃって、ズボンにこぼしちゃって、もういいやと思ってパジャマにしようってしました。わかるよね、みんなわかるよね。これだな、これがこっちで、これがなんか止めるやつないかな、私なんか絶対あると思うんだよな、このさ前髪をここで止めるピン、なんかわかる、シナモンロールとかのやつ、私あれさキキララちゃん持ってるんだけど、どこ行ったんだろう私のメイク道具、アサルが。キキララちゃんね、私ね多分下手したら10個ぐらい持ってたけど、どっか行っちゃったあ、そうそう、クロミちゃんとかさ、ま、あのサンリオシリーズのさあるじゃん、あれ私多分絶対部屋にあるんだけど、ちょっとねどっか行っちゃった、なんかベッドとかいろんなとこに置いてたらどっか行っちゃったんですよね、全部そう、それで本当はね今日は止めようと思ってたんですけど、やめた。前髪を流すと雰囲気変わりますね。本当ですか？大人っぽい？大人っぽいですか？私普段大人っぽいって言われたことないから。そうそう、ピエン系女子、ピエン系女子ね、ピエンみたいな、あのピエンみたいな、なんて言うんですっけあれ、ピエンカタンみたいな、カタンしかカタンってやつ、あそう、尊いみたいな、全然やったことないんで、ちょっとね前髪ピンがあのないのでできませんでした。ピエン、前髪が不調でピエンあ、それだ、量産型女子ね、やばくない、ちょっともうこの前髪で、ね、量産型女子とか絶対できないんだけど、もうやっぱここにこうピンがねこうね刺さったら、あのクロミちゃんとかマイメロちゃんとかね、マイメロしか勝たんとかのねやつ、私はキキララしか勝たんですけど、キキララしか勝たん、ピエンとか使わないもんな、あ使ったことあるかも、ピエン、あ、言うわ、これ言うわ、ピエンは使いますね、カタンは使わないな、もう古いんだ、え、もう古いの、私にとってめっちゃ新しいんだけど、そうなんだ、言うカタンしかカタン、みんなも使ってね、ハッシュタグカタンしかカタンこれさ あったよね、なんか前も何だったっけな、ハッシュタグカタンか、カタンツ、カタンツ、クラスでチラチラユウカタンを見てしまう、え気になるアイドルユウカタン、あそういうことね、びっくりした、私クラスで見られてるのと思って、びっくりした、それ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 、ハッシュタグカタン、最近見ないね全然、しかかたん、これでいい、あそれで、まあ別に何をつぶやくか、もうなんかあったじゃん、なんかさ2020年一番最後にさ、みんななんかあったじゃないですか、写真載せてたやつ、あいかぴょんとかゆずきさんとかかな、かまたさんとかがやってたやつ、私もあれやりたい、私もあれやりたいです。じゃあそれをハッシュタグ、かたんしかかたん、ちょっと書いとこう、あーでも私前髪、あこれ両方書いておけばいいか
今日は前髪ボサボサでの後にカタンしかカタンってよく言うわ。カタンしかカタン、どうだ、ゆかたんこんばんは。はなんか顔の印象が変わったね。あ、違います、前髪ですよ。ごめんなさい、前髪です。前髪が今日はボサボサでなんですよ。絶対そう、ほら見て、顔が変わったわけじゃないです。はい、あのボサボサで入れなくて大丈夫です。ボサボサでボサボサで入れなくて大丈夫です。あのなんかこんなすごいハッシュドフになっちゃった。まあ見て、あの 見るんでぜひ積み上げてください、盛り上げてください。ハッシュタグといえば、私もツイッターの誕生日にツイッターのトレンド入りができたのが嬉しかったっていうのを今思い出しました。やばくない、もう前髪のポソポソ。あ、でもつ眉毛綺麗だねっていうフォローが入った今、ありがとうございます。そう、眉毛は綺麗になりました。スクショは載せない方がいい。ちょっと待って、じゃあ前髪整えるね。みんなが見るかもしれない。あ、どうや、いいんじゃない。ちょっとボサボサ感が出ないように。はい、みんなスクショタイムだ。いきなりちょっとかぶろう。ちょっとあずとい系女子ピエン、あ、ピピンってなっちゃった。すいません、ちょっとなんか似合わないな。クマさん似合わなくない？大丈夫かな。あざといですか？ちょっとこんなこういうね、前髪がすごいことになっちゃった。はい、もういいや、みんなしたかな。ちょっとあのすごい顔してたと思うし、すごい前髪してたと思うし、これもなっちゃったけど、うん、ごめんなさいね。あざとかわいい。あ、ダメだ、これ歌ったらダメだね。歌ったらダメだ。静電気や、静電気もあるし、もうボサボサ、もうやっぱ今日はボサボサで最後までね、あの貫きましたね。みんな10日の公演見てね。10日の公演見てください。あとまたショールームしますので。そう、なんか私今年たくさんショールームするって言ったんですけど、全然できてない。だって私新年1月1日にやって今日ですもん。だからまたやりますわ。明日もやると思う多分。あ、そう、今日のね、夜中に新曲がいいこと言ってくれた。今日の25時。ちょっと待って。25時。教えてみんな。25時？ラジアン。リミテッドさん、ラジアンリミテッドさんですよね。山田久志のラジアンリミテッド25時、リミテッド F です。25時からラジオ、山田久志のラジアンリミテッド、皆さん聞いてください。深夜ですね、本日の深夜。はい、カット。はい、行きます。そうですね、あの今日 SK48 2月3日発売の恋落ちフラグがやっと本日です。本日何がされるんですか？本日解禁されます。
放送は25時ね、深夜25時だ、1時ですね、夜の1時から山田久志のラジアンリミテッド F で放送されます。皆さん聞いてください。曲ですか？曲は東京 FM、 東京 FM、 JFN 系列全国36局ネット、山田久志のラジアンリミテッド F です。皆さんお忘れなく聞いてくださいね。私も聞きますので、どういう曲か楽しみにしててください。イエーイ、言えた。全国でね聞けますので、あのラジコとか聞きますし、タイムリーの機能で、タイムリーなんだっけ、タイムフリー機能、アーカイブかな、タイムフリー機能で聞けますので、ぜひお願いします。もうこれでみんなはねバッチリでしょ。みんな教えてくれてありがとう、教えてくれてありがとう、ありがとうございます。曲名は、恋落ちフラグです。恋落ちフラグ、結構ねちょっとねいい曲ですよ。もうあのミュージックビデオも撮影し終わってますし、フリーレもねもちろん全部終わっているので、曲はもう完璧なんですよね。ちょっと最後まで前髪がボサボサだったんですけど、ちょっともうもうだよねもう間もなく終了の時間が近づいてきました。あ、もうじゃん。みんなありがとう、見てくれてごめんなさい。でもね、あの今日のやつ聞いてください、教えてくれた皆さんありがとうございました。早い、みんなごめんね、こんな夜遅くにこんないきなり始めて前髪ボサボサで、よく見てくれたよね、本当にありがとうございます。また明日もやるから、きっと見てね。寒い、寒くなってきた、ちょうどいい。私がどこ歌ってるかみんな当ててね。もう終わっちゃうんだ、ありがとうございました、みんな見てくれてね。暖かくしてね、こちらこそ暖かくしてね、みんな おやすみなさい、いい夢見てください。そしてこの上のこっちは抜きね、この前髪ボサボサで、こっちかな、こっちかは抜きで、あのこっちで、こっちお願いします。見に行きますので、あの時間ある時でいいんで、全然無理してあのつぶやかなくていいです。あの時間ある時じゃなくても、時間なくても時間あっても、あの別にあの書かなくても大丈夫です。みんなありがとう、バイバイ、おやすみなさい、ボサボサ、バイバイ、これ切れるまでやった方がいいかな、おやすみなさい。ちょっともうボサボサで、だからもうボサボサにしていくね、はい、ボサボサ、はい、ボサボサ、バイバイ。やば、バイバイ、ありがとうございました。あ、登録ボタン登録してね。バイバーイ。あれ、私さ、え10時までできるの？待って、初めて知ったんだけど、え、切れないの？切れると思ってずっとさやってたのに。え、嘘、10時までできるの私。
初めて知ったんだけど。え？私9時までじゃないの？大人になった。おやすみー。マジか。10時までできるのね。バイバーイ。また明日やります。あ、この間やってたか。あ、覚えてないや。